ヒーローたちは地下レーダー基地を守りきれず、とりあえず次の対応を話し合うため作戦本部に帰った。本部での会議で破壊された基地を線でつなぐと、それは一直線になることが判明した。そしてその直線の先にあるものは富士山だった。敵は地下に潜って富士山まで進もうというのだろうか。ヒーローたちは富士の近くの洞窟に入り、近辺の調査をすることになった。
山仮面の企んだ富士山大爆発作戦はヒーローたちの機転によって未然に回避された。だがネオ十字軍はさらなる恐るべき作戦を仕掛けてくるに違いないのだ。黒十字総統を倒しネオ十字軍を崩壊させるまでヒーローたちに安息の日々はない。頑張れヒーロー、戦えヒーロー、ネオ十字軍を倒すその日まで。